フィデリオ、プラビル・オブ・ザ・ワールド・プリミール、ビエンナ、カー・アント・ナート・オシーター、メイ23、1814、フィデリオ作品72は、ルート・ビヒ・マン・ベートーベンが完成させた、唯一のオペラである。原作は、ジャン・ニコラス・ブイにより、ドイツ語大本は、ヨーゼフ・ゾン・ライトナー及び、ゲオルク・フリード・リヒト・ライチュケによる。主人公レオノーレが、 フィデリオという名で男性に変装して監獄に潜入し、政治犯として拘禁されている夫フロレスタンを救出する物語。ベートーベンが構想したオペラには、他に、ベスタのヒエイ百115があるが、結局一幕のみで未完となった。第二幕のフロレスタンと再会した時に歌われる、レオローレのアリアには、皇帝ヨーゼフ二世宗宗カンタータの第四曲が転用されている。 この作品は、ベートーベンの作品群の中でも特に難産に見舞われた作品の一つであり、成功を収める版が完成するまでに何度も書き直しがなされている。このオペラは、ベートーベン中期の代表作に挙げられる。V、e、の原作の英雄主義的な性格や、当時のヨーロッパの知識人層に浸透し始めていた自由主義思想へのベートーベン自身の強い共感を背景として、 英雄的な中期の作風が存分に反映されている。ベートーベンの声楽曲によくあることだが、このオペラも歌手にとっては必ずしも歌いやすい音楽ではない。特に、レオノーレとフロレスタンのパートを歌うには高度な技術を要し、そうでなければ要求された緊張感を表現することは到底不可能である。このため、これらの配役を見事に演じた歌手は賛美の的となる。 囚人たちの合唱、政治犯たちの自由を歌う合唱、フロレスタンをレオノーレが助けに来た場面、そして救出が成功した場面などは特筆に値する。最後はソリストや合唱が変わるが悪、レオノーレの勝利をた,たえてフィナーレを迎える。多くの楽曲分野で後世の指標となる業績を残したベートーベンとしては完全な成功作とは言えないとの批判もあるが、 一応代表作の一つとして今なお上演回数も多い。これによって作曲者はモーツァルトと共に主要音楽分野のほとんどに代表作を残したケウの存在となった。ドイツ圏ではバッハ以来オペラを全く残していない作曲家が多いだけに貴重な作である。V の原作は役人だった頃トゥーレーヌで起こった事件をもとに書かれた。 これをもとに作曲されたオペラの先行作品としては、1798年に、ピエール・ガボーによる、レオーノール、ついで1804年に、ドレスデンで初演されたフェルディナンド・パエールによる、レオノーラがある。これと前後して、ウィーンの主要歌劇場を主中に収めた、ブラウン・ガンシャクが、副新のゾンライトナーに原作をドイツ語に翻訳させ、ゾンライトナーを通じて、ベートーベンに作曲を依頼した。 何度も書き直すなどの苦労もあったが、だいたい1年ぐらいで完成され、初演は1805年10月15日に内定した。ところが、ナポレオン軍がウィーンに迫った影響で、初演日は11月20日に繰り下げられた。ベートーベンは、レオノーレというタイトルでの上演を主張したが、前期2作との混同を避けるため、結局劇場側のオス、フィデリオのタイトルに決まり、アンデア・ウィーン劇場で、 ベートーベン自身の指揮により3日間上演された。しかし、何人かのベートーベンの友人と新聞記者を除けば、観客の大半がフランス軍兵士であり、ドイツ語を理解できる兵士がいなかったこともあり、大失敗に終わっている。この初演の後、ベートーベンは友人の勧めに従ってこのオペラを改訂することを決める。ステファン・フォン・ブロイニングの協力を得て、 レオノーレオ二幕のオペライと改作し、さらに助曲も新しいものへ差し替えた。改訂は1805年暮れ頃から年明けにかけて行われ、1806年の3月29日にリッター・イグナーツ材フリートの指揮により、初演、4月10日に再演され、いずれも成功を収めた。しかし、ベートーベンとブラウン男爵との間の金銭トラブルから、それ以上は講演されなかった。 この時の公演でもベートーベンのタイトル案レオノーレは受け入れられなかった。第2項による初演の後、1810年にフィデリオの楽譜が出版され、しばらく上演されることもなかったが、1810年頃からベートーベンの作品が人気を博すようになり、ウィーンの劇場主や人気歌手がその人気に便乗しようと、ベートーベンに フィデリオ上演を盛んに打診するようになった。その中で、主要歌劇場ケルントナー東湾劇場の運営を任されていたトライチ家の申し入れをベートーベンが台本の改訂を条件として受け入れ、同時に音楽の改訂も行われた。改訂は1814年3月から5月の2ヶ月間に行われ、その際、タイトルもレオノーレに強くこだわることをやめて、 フィデリオを受け入れることとなった。初演は1814年5月23日に行われた。当時ベートーベンは難聴が急速に進んでいたが、ミハイル・ウムラウフの手助けを借りながら自分自身で指揮をした。当時17歳だったシューベルトも教科書を売り払ってまでしてチケット代を捻出し、これを聞きに訪れている。ちなみに、この時のピザロ役はヨハン・ミハイル・フォーグルで、 彼は後に、シューベルティアーデを通じてシューベルトと深い友情を結ぶことになる。助曲は、初演当時は、作曲が間に合わず、アテネの廃墟助曲で代用されたが、5月26日の、上演から、フィデリオ助曲を付して上演され、イゴウィーン会議のために来訪した諸公のための上演を、含め、1814年中に何度も上演された。最終的に、この番は、 大成功を収めて、以後、フィデリオは重要なオペラの一つとして知られるに至っている。このオペラは三つの版ともに作品72として出版された。ウィーンでの第三行初演後、最も早く、フィデリオのウィーンの外での初演が行われたのは1814年11月21日のプラハで、四季はカール・マリア・フォンウェーバーであった。 ウェーバーは1823年4月29日のドレスデン初演を指揮するなど、フィデリオの普及に陰ながら尽力した。1815年にはベルリン宮廷歌劇場でカールグラーフ・フォンブリュールの指揮によりベルリン初演が行われ、1816年にはブダペストとバイマルで、1818 18年にはリガ、1819年にはサンクトペテルブルクで初演が行われた。 1820年代以降になるとパリなどでも上演されるようになり、さらに海を渡って1832年5月18日には、ロンドンのヘイマーケット劇場で、1839年9月9日には、ニューヨークでも初演された。19世紀が終わるまでには、欧米の主要歌劇場で上演されるようになった。一方で、 スカラザでは1927年4月7日になって初めて上演されたが不成功に終わった。アメリカでは最初は評判が芳しくなかったが、アントン・ザイドルが1884年にメトロポリタン歌劇場において初めてドイツ語で上演して以降は人気レパートリーとなった。メトでは主にワーグナー歌手が主役を務めた。歌劇場と並んで フィデリオを盛んに上演しているのがザルツブルク音楽祭である。ベートーベン没後100年の1927年にフランツ・シャルクの指揮によって初めて取り上げられて以来、戦前期にはリハルト・シュトラウス、クレメンス・クラウス、トスカニーニ、ハンス・クナッパーツ・ツブッシュが、戦後にはビル・ヘルム・フルト・ベングラー、ヘルベルト・フォン・カラヤン、カール・ウェーム、ロリン・マゼール、ゲオルク・ショルティ、 レナード・バーンスタインら名指揮者、大指揮者が指揮をしている。元来セリフ付きのオペラであるが、セリフをカットした上演もしばしば行われている。古くはトスカニーニと NBC 公共楽団による上演。最近ではサイモン・ラトルによる上演がある。日本初演は通説では1935年6月5日に、 このエヒでマロ式の新興協楽団第157回定期演奏会における演奏会形式による上演が初演とされているが、それより、先の1927年3月26日に、ヨックの放送歌劇で不完全な形ながらも上演されている。その後、1943年12月27日には、藤原歌劇団により、日本語による舞台初演が行われている。 翌1944年2月27日に大阪・北野劇場で行われた同局の上演が戦前戦中通じての日本での最後のオペラ上演となった。日本におけるフィデリオ上演のハイライトは1963年10月のカール・ベーム・シキベルリンドイツ・オペラ管弦楽団合唱団による日清劇場お年の上演である。ディートリヒ・フィッシャー・ディスカウ。 クリスタル・ウトビヒ、ジェームズ・キング、ヨーゼフ・グラインドル、グスタフ・ナイトリンガーらが出演し、後世に語り継がれる名舞台となった。常日の日生劇場も当てはまるが、フィデリオは、アイーダと並んでお年などの記念公演でよく上演される。例えば、1955年11月15日に行われたウィーン国立歌劇場再建記念公演が、そうである。 一方で負の歴史もある。ドイツ第三帝国時代には、ドイツ精神を高揚するオペラとして盛んに上演された。トーマスマンは、内容的には、ナチの思想に合致しないはずの、フィデリオが、ナチ支配下で盛んに上演された不思議さを友人に書き送っている。また、フィデリオは、自由を勝ち取る、解放のオペラとも呼ばれる。オーストリアは、第二次世界大戦で、 ナチスドイツに併合された形で敗戦を迎える。ウィーン国立歌劇場は終戦直前の1945年3月、戦火に焼けた。1945年5月8日には正式に終戦となるが、すぐに国立歌劇場の再建が始まる。終戦とともに、イギリス、アメリカ、フランス、 ソ連の4カ国に占領されたオーストリアは1955年10月26日に、その4カ国との平和条約調印により、中立国として占領軍から解放されて自由になる。翌月5日にその祝いをも兼ねて、国立歌劇場は再開し、戦後初めてのオペラ上演となる。オーストリア共和国再建国、国立歌劇場再開の演目に、ベートーベンの解放のオペラ、 フィデリオが選ばれたのである。1955年11月5日、4カ国占領から自由になったウィーンで戦後再建されたウィーン国立歌劇場で、フィデリオはカール・ベームの指揮によって上演された。第3初演版が出版されてからは、もっぱらそれによる上演が行われていたが、早くも1850年頃に、ベドルジハスメタナラが第1初演版による上演を、心を見ている。 その後、初演100年にあたる1905年に、リヒャルト・シュトラウスが第一初演版を上演した。第一初演版による上演の一大転機は、ジョン・エリオット・ガーディナーによるザルツブルク音楽祭での第一初演版をベースにした独自の版での上演である。ガーディナーのことによれば、現存する第一初演版の楽譜では不完全な部分が多々あるので、 第二書演版なども参照して構成した。なお、第一書演版と第三書演版の間に挟まれる第二書演版による上演もたまに行われており、2005年3月19日には、クリスティアン・アルミンク式の新日本フィルハーモニー交響楽団によって、第二書演版の日本初演が行われた。ベートーベンは、 フィデリオへの序曲を作曲するにあたり何度も遂行を重ねたため、フィデリオ序曲としては4曲が書かれている。一つ目のものは、レオノーレ第一項の初演に使用された序曲であり、現在、レオノーレ序曲第2番として知られているものだと考えられている。二つ目のものが、レオノーレ第二項の初演に使用された序曲で、現在、レオノーレ序曲第3番として知られている。 この版は4つの序曲のうち現在最もよく知られており、また同時に最も高く評価されている版でもある。しかし、この版はオペラへの序曲とするにはあまりにも音楽的な内容が濃密に過ぎ、実用的な軽い序曲への変更を要する結果となった。この序曲は現在では演奏会用序曲として、オーケストラのコンサートなどの前プロで演奏されることが多い。 ベートーベンは続いて1807年のプラハでの上演に向けて再び序曲を書き直した。これがレオノーレ序曲の第3項であり、現在レオノーレ序曲第1番として知られているものだと考えられている。最後の番はフィデリオのために作曲されたもので、これが現在フィデリオ序曲として知られている曲である。調整上の理由や軽快な曲奏から、 四つのうち、最もオペラの序曲に適している。フィデリオ序曲の編成は、以下の通り。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、トロンボーンに、ティンパに、ゲンゴブ・マーラーは1904年に、フィデリオを指揮した、最、第二幕、第二倍の感想曲として、レオノーレ序曲第三番を演奏し、賛否両論を巻き起こした。 反対派の意見としては、表現力が壮大すぎて、終幕の力を弱めてしまう、といったものが多かった。一方で、演出面からすれば、第二幕の第一話と第二話では場面が明らかに違うので、場面転換のためにも必要という意見も多かった。もっとも、マーラー・ゾン・明治から死後しばらくは、この方法は定着しなかった。 この習慣が定着しだしたのは1930年代になってからである。マーラーのやり方に賛同したフルト・ベングラーは次のように述べている。今日でもマーラーのやり方で上演する指揮者もいる。ただし、この場面でこの序曲を使用すると、救出の場面を繰り返してしまうことになり、話の流れが乱れてしまうという意見も多い。最近では上演で、 レオノーレ序曲第3番を演奏しない指揮者も多い。模範的な上演のウィーン国立歌劇場では、現在でも普通は、レオノーレ序曲第3番を入れている。なお、1806年の第2校の初演の時のキャストは、フロレスタン役のヨーゼフ・ワオグストレッケル以外は、第1校の初演と同じである。フルートに、ピッコロ1、オーボエに、クラリネットに、ファゴットにコントラファゴット1、 ホルン4、トランペット2、トロンボーン2、ティンパに、ゲンゴ・オブ・フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパに、ゲンゴ・ブ・このほか、舞台裏にも B 館のトランペット奏者1が配置される。最終校の一般の演奏で約2時間10分。初校は約2時間20分。舞台は16世紀末。 スペインのセビリアから数キロメートルほどのところの刑務所。ヤキイノとマルチェリーネの二人が舞台にいる。ヤキイノはマルチェリーネにもし結婚してくれるならと頼む。しかし彼女は絶対結婚しない。フィデリオに夢中だからと返事する。フィデリオはレオローレの紛争した姿である。ヤキイノは退出し、マルチェリーネはフィデリオの妻になりたいと歌う。ロッコとヤキイノが フィデリオを探しながら登場する。フィデリオは修理したばかりの鎖の重い荷物を運びながら入ってくる。ロッコはレオノーレの技術を褒めるが彼の控えめな返答は自分の娘の気を引くためではないかと誤解する。マルチェリーネ、レオノーレ、ロッコ及びヤキーノはヨエショーでマルチェリーネのフィデリオへの愛について歌う。ロッコはレオノーレに知事がセビリアに出発したらすぐ マルセリーネと結婚してよい、という。彼はさらに、金がなければ幸せになれないという。レオノーレは、金と同様に重要なものが欲しいという。そして、六個がある牢屋に立ち入るときは、絶対自分の手伝いを許さず、戻ってくるときは、息も絶えな,いなのはなぜか、知りたい、と尋ねる。六個は、特別の牢屋にいる囚人には合わせられない。 その囚人は権力を持つ敵のせいで牢屋で2年間を無駄に過ごしているのだという。マルチェリーネは自分の父親にレオノーレがそのような恐ろしいありさまを見ないで住むようにしてほしいという。対してロッコとレオノーレは勇気について歌う。時期にマルチェリーネも歌に加わる。ロッコを除く人々が退出する。ドンピザロが護衛と共に登場し、 更新曲が演奏される。六個はピザロにメッセージを渡す。それにはピザロが暴君であるという告発の調査のために大臣が抜き打ちで明日来所すると警告されていた。ピザロは監禁されているドン・フロレスタンは死んだと思われているし大臣が見つけられるはずはないと叫ぶ。代わりにピザロがフロレスタンを殺してやると歌う。ピザロは 大臣の到着の時にトランペットを鳴らすように命令する。彼は六個に金を渡し、フロレスタンを殺すように言うが、六個は断る。代わりに、ピザロは、牢獄の中の古い土の中に墓穴を掘るように命令する。墓穴ができたら、六個は音を出して知らせ、ピザロは、偶然を装って牢獄に入って、自分で、フロレスタンを殺す、と。レオノーレは、 ピザロが筋書きを立てる様子は見ていたが、声は聞こえていなかった。彼女の心は涙つが、夫のことを考えて、冷静を取り戻す。焼き芋はマルセリーネに結婚を申し込むが、彼女は断る。レオノーレはフロレスタンを見つけたいと思い、哀れな囚人たちが気持ちの良い天気を楽しめるよう、庭を散歩させてはどうか、トロッコに提案する。マルセリーネも、 同様に頼み、六個も囚人たちを少し自由にするためにピツァロの手をわずらわせることに同意する。囚人たちは、束の間の自由を非常に喜び、嬉しそうに歌う。しかし囚われの身であることを思い出して、間もなく静まってしまう。六個が再び登場し、ピツァロの了解を取り付けたとレオノーレに語る。ピツァロは、結婚を許し、六個の牢獄の巡視に、 レオノーレの同行も許されたと。ロッコが1時間以内に殺さなければならないと言っている囚人の独房に行くために彼らは準備する。レオノーレは震えているので、ロッコは残るように言ったが彼女は行くと言い張る。彼らが出かける準備が整った頃、焼きノとマルチリーネが駆け込み、ロッコに急いできてほしいという。ピザロが囚人たちの自由を見て怒り狂っているという。 彼らが動く前、ピザロが登場し、説明を求めた。ロッコは、王の命名日を祝っているのだと作り話をして、ピザロに怒りを収めるように言う。ピザロは墓穴掘りを急ぐように言い、囚人を、再び牢屋に入れるように言う。ロッコ、レオノーレ、ヤキーの、マルチェリーネは、しぶしぶ囚人たちを牢屋に戻す。フロレスタンは一人で、牢獄の奥深くの独房にいる。 彼ははじめ、神への信頼を歌い、その次に、レオノーレが自分を救いにやってくる幻想を見る。彼は、倒れて眠り込んでしまう。ロッコとレオノーレは、彼の墓穴を掘りにやってきて、フロレスタンが眠っているのを見つける。掘りながらロッコはレオノーレをせかす。フロレスタンが目覚め、レオノーレは彼に気づく。 フロレスタンは自分がピザロに囚われていることを思い出し、自分の妻であるレオノーレ・フロレスタンにメッセージを送ってくれと頼むが、ロッコはそれは不可能だと返事する。フロレスタンは一滴でいいから飲み物が欲しいと恋、ロッコはレオノーレに飲み物をやるように言う。フロレスタンはレオノーレに気づかないが、彼女が天国で報われるだろうと言う。彼女は彼に、 パンの皮を与えさせてくれと願い出て、ロッコはそれを許す。フロレスタンはそれを食べる。ロッコは命令に従って、ピザロのために警報を鳴らし、現れたピザロは準備が整ったか尋ねる。ロッコはそうだと言い、レオノーレに立ち去るように命じる。しかし彼女は代わりに物陰に隠れる。ピザロは、フロレスタンに彼の殺人を告発したのは自分だと明かす。 ピザロが探検を振り回すと、レオノーレが物陰から飛び出して、ピザロとフロレスタンの間に立ち、フロレスタンを殺すならその前に、妻の自分を殺さなくてはならないという。ピザロは二人を一同に殺すチャンスだと喜ぶ。レオノーレがピストルを取り出すまでは、ちょうどその時、大臣の来訪を知らせるトランペットが聞こえる。兵隊を伴った焼きイーノが現れ、大臣が門で待っていると告げる。 六コは兵隊たちにピツァロに教して上に行くように話す。ピツァロが復讐を誓うのに対して、フロレスタント・レオノーレは勝利の歌を歌い、六コはこれから何が起こるのだろうと恐れる。フロレスタント・レオノーレは共に愛の歌を歌う。時々、ここでレオノーレ序曲3番が演奏される。囚人たちと街の人々が正義の訪れた日時の歌を歌う。大人ドンフェルナンドは、 合成は終わったと宣言する。ロッコがフロレスタントレオノーレと共に登場し、彼らを助けてほしいとドンフェルナンドに頼む。ロッコはレオノーレが自分の夫を助けるために変装してフェデリオとして働いてきたことを説明する。マルセリーネはショックを受ける。ロッコはピサロの殺人計画を話し、ピサロは牢獄へ入れられる。レオノーレの手によって フロレスタンが鎖から解き放され、群衆は、レオローレの夫に対する忠説を称えて歌う。ありがとうございます。